コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう目の前にあります、はい、鬼滅の刃劇場版無限列車編、そちらからね、煉獄杏寿郎、はい、こちらがアニプレックスからスケールフィギュアとして出ました。はい、スケールは8分の1スケールですね。はい、こんな感じで入ってますね。うん、箱のね、外観はこんな感じですよね。まあ、至ってシンプルですね。はい、うん、はい、ではね、ブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。はい、こんな感じ。まあ、その前にね、こちらが紙類として入ってましたね。はい、まあ、組み立て設計図、組み立て図みたいな感じですね。はい、こんな感じで、はい、うん、でまあブリスターはね、まあ顔が見えるような感じで、あとはね、袋、ビニールに包まれてる感じかな。マントがたなびいてるんでね、奥行きありますね。はい、という感じでね、早速開封して組み立てちゃいたいと思います。はい、ではね、早速開封しましたんで、まあ、組み立てる前にね、ちょっとお見せしたいと思います。こちら、うまい！はい、いや、めっちゃいい、めっちゃ煉獄してますねこれねいや、このポージングすごいかっこいいんだよな。もうね、この髪の毛もね、すごいね、うん、なんか安っぽくないんですよ、うん、造形がめっちゃ丁寧に作られててね、毛先の部分までこう、うねり具合とかもね、すごいよく再現されてますね。で、この体服もね、茶色ですね。まあ、茶色に黒のグラデーションみたいなシャドウが吹かれている感じ。でもこの足元のね、うん、この炎のマークとかすごい再現度高いわ。うん、でこの鞘、ちゃんとね、模様が再現されてる。で、メツ、いいね、このマント、これのたなびき具合すごいね。なんか躍動感がものすごい、もう意志を持ってるかのようなうねり具合で、このね、黄色から白になっていくこのグラデーション、うん、これも素晴らしい。この赤の塗装もね、マットな感じで安っぽさがないですね、うん、後ろからも見たね、この髪のボリュームもすごいですね、うん、めっちゃすごいな。で、顔、はい、いや、これ似てますね、うん、いや、これは素晴らしい。いや、煉獄似てる、ちょっと口角上げてね、うん、にっこりしてる感じ。いや、これいいね、これ素晴らしいわ。はい、続いて台座、こちら、うまい！台座すごくないですか。これなんかね、赤い部分がすごいメタリック感がすごいんですよね、メタリック塗装が。で、ここのクリアパーツ、うん、それもすっごい綺麗。何これ、めっちゃ輝いてますよ。ちょっとパールっぽい感じで吹かれてんのかな、塗装。いや、すっごいね、この地面のね、この質感もなんかね、焼け焦げた感じ、焼けて溶けてるアスファルトみたいな感じがね、すっごい。で、ここのね、支柱は、これは鉄かな、うん、
硬いやつですね。いや、この台座だけでもすごい。これ、まあ、裏を見るとね、こういうクリアになってるんですね。へえ、はい、台座だけでもこれすげえわ。煉獄の日輪刀、こちら。うまい！いや、これすごいな。これもね、ちっちゃい、細かいんだけどね、ちゃんと悪鬼滅殺。はい、で、この刀身が赤い感じ、もう先に行くに従って赤さが増すんだね、うん、グラデーションになってます。すごいな。で、この唾ね、唾のこの炎、これもよくできてる。いや、この持ち手の部分とね、いや、これはいい、かっこいいな。はい、ではね、早速全部組み立てちゃいたいと思います。はい、では組み立て終わりました。見ていただきたいと思います、こちら。うまい！めっちゃかっこいい。何この煉獄さん、めっちゃかっこいいな。こうやってなんかね、土台と刀を組み合わせるとこうもかっこよくなるとはね。いや、これはよもやよもやだよ。俺自分で言っててちょっと鳥肌立っちゃったね。気持ち悪い。はい、いや、これめっちゃかっこいい。これ、いや、素晴らしいね。いやー、煉獄さんフィギュアはね、ほとんど持ってないんですけれども、これもう自分の中でもう一番ですね、これね、うん、これはこれ以上のフィギュアはどうなんですかね、ありますか。今のところ私の中でこれナンバーワンです。はい、いや、これかっこいいな。いや、さすが市販品って感じだね。台座も凝ってるからなおさらね、引き立たせるんだよね、フィギュアを。いや、これはすごいな。はい、ということでね、この後はもちろん回転台座に乗せてね、綺麗な背景で撮りたいと思います。この機会にぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。では最後は回転台座お見せしてお別れとなります。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。